コスメティック田中さんって知ってますか？ まあ知らない人は調べてもらったらいいんですけど。で、ツイッターフォローしてくれてたんですよね。で、ツイッターフォローしてくれてたんで、もしかして、ちょっとコラボしたい、できるかなと思って、脳内シミュレーションを3回ぐらいしたんですけど、と思って、一回さ、なんか、俺多分年下の人に気を使わしちゃうし、僕そんな面白いこと言えないし、コスメティック田中さんギャグ線高いんで、これ申し訳ないな。昨日の朝マックのサブチャンネル、次女と大爆笑でした。あ、サブチャンネルやってるんですよ。はい、朝マック食べてる時ですね。元気もらいました。コスメティック田中、娘大好きなんでコラボ希望しますと。コスメティック田中さんっていうのはすごい有名な YouTuber の人で、動画の再生回数もちょっとね、桁が違うんですよ。で、ですね、皆さんはですね、僕のことをね、過大評価してくれてるんで、あれなんですけど、基本的にはですね、YouTube の世界で再生回数が全てなので、私はですね、数万回再生の YouTuber なんで、ダメですね。はい。もう、こんなね、底辺なんですよ。言ってしまえば。はい。ということです。はい。迷惑って言われちゃう時もありますね。でも、そうだね。なんかね。